で、一番暗い色の手前の中間の色で少しですね、形を分けていきます。最初の段階ですかね。これで大体でもですね、気持ち的にはもうほぼほぼちょっと一安心な感じですね。あと細かく描けばちょっとこうリアルにすることができます。ね、はがきだとよりちょっとつぶつぶ感強くなりますね。これベースは完成な感じですね。とりあえずちょっとここで一回止めておきますので、ね、この辺から書き込むと結構、ね、このぐらい楽でですね、結構すぐ仕上がってきてますので、ここ少し今ちょっと流してください。ちょっと今立てて結構水の量、これ順番逆に今、これちょっと悪い例で見てほしいんですけれど、上、下書いてから上、水やっちゃったんで、上の水が下に流れて、ここでバックグラウンドし始めちゃったんで、ちょっとここなじますと。